リヒテンシュタインを走行するベニスシンプロンオリエントエクスプレスベニスシンプロンオリエントエクスプレスはベルモンド社が運行しているヨーロッパの観光列車である2012年現在では通常はロンドンフォークストン間及びカレーパリベネツヤ間で運行されているイギリスと大陸では別の編成を利用している車両は主に1920年代に製造され国際信頼者会社や 英国プルマン社の豪華列車で用いられていた寝台車、食堂車、サロン車などである。オリエント急行は国際寝台車会社により1883年に運行が始められ、1920年代から30年代にはシンプロンオリエント急行やアールベルクオリエント急行など多彩な経路で東西ヨーロッパを結んでいた。また、イギリスのプルマン社との協力により、 ロンドンからこれらのオリエント急行への接続も行われていた。しかし、第二次世界大戦後にはオリエント急行と総称される列車群はかつてのような豪華列車ではなくなっていた。パリからイスタンブールへの直通運転は1977年5月を最後に廃止された。一方1976年にはスイスの旅行代理店経営者であるアルバート・グラッツにより、 豪華列車時代のオリエント急行を再現した観光列車が始められている。1977年10月8日、モナコのモンテカルロにおいて行われたサザビーズのオークションで、元ワゴン利社の客車5両が競売にかけられた。この時グラッツとの競り合いの末、新台車2両を落札したのが、アメリカ合衆国の海運会シ,ャシーコンテナ社の社長、ジェームズ・シャーウッドである。 シャーウッドはその後もワゴンリア、英国プルマンの客車を買い集め、旧ワゴンリ車23両、旧プルマン車12両、計35両を揃えた。大陸側のワゴンリ車の客車は、同社から直接購入したものが主であるが、イギリスのプルマン社の客車は、個人や、博物館、保存鉄道団体などから買い集めた。大陸の客車は、ブレーメントオーステンデにある、ワゴンリ社の修理工場で、 修復工事が行われた。イギリスでは、カーンフォースに新たに修理工場を建設した。買収と修復には1100万ポンドを要した。パリオステルリッツ駅に停車するベストシャーウッドは、オリエントエクスプレスホテルズ社を設立し、1982年5月25日から、ロンドンベネツヤ間で、ベニスシンプロンオリエントエクスプレスの運行を始めた。これは、 沿線各国鉄の運賃等の適用される通常の列車ではなく、オリエントエクスプレスホテルズ社の提供するツアー客専用の観光列車である。列車名はシンプロンオリエント急行とする予定であったが、優先権を持つフランス国鉄の許可が得られなかったため、ベニスを冠した。最初の列車には女優のライザ・ミネリが乗車した、ロンドンのビクトリア駅からホークストンまで、 ブリティッシュ・プルマン編成で運行し、そこからフランスのブローニュ・シュルメールまで船で渡った。ブローニュからベネツィアまではパリ、ローザンヌ、シンプロントンネル、ミラノを経由した。これはかつてのシンプロン・オリエント急行の経路の一部とほぼ同じであるが、パリにおける発着駅はオステルリッツ駅となっていた。運行初年の1982年の乗客は延べ2万1000人で、 出身はイギリスが39%、アメリカ合衆国が36%、フランスが9%、イタリアが2%、日本が1%などとなっている。先行するノスタルジーオリエント急行が古い、骨董品のような車両をそのまま使っているのに対し、ベソの客車は新品同様に修復されていた。これは、両経営者の考え方の違いと評されており、シャーウッドは、 飛行機のスピードに対抗するためには、極上の雰囲気とサービスが必要であると述べていた。1984年には、スイスからイタリアにかけての経路が、オーストリアのチロル州を通るものに変更され、ローザンヌ、チューリッヒ、アールベルクトンネル、インスブルック、ブレンナートーゲ経由となった。これはこの経路の方が遠回りではあるものの、沿線の景色が良いためである。 さらに1985年にはパリ中立機関がバーゼル経由となり同時にパリにおける発着駅が東駅に変更された。これ以降のパリインスブルック間の経路はかつてのアールベルクオリエント急行とほぼ同じである。1986年からはオリエントエクスプレスホテルズ社によるクルーズ客船オリエントエクスプレスがベニスシンプロンオリエントエクスプレスと接続して ベネツィアからピレウスやイスタンブールなどをめぐったロンドンパリベネツィア間の通常の経路に加え1988年にはアールベルク経由ーンへの特別運行が行われたその後デュッセルドルフバージェルベネツィア間やプラハローマクラックフなどへも特別運行が行われているまた1998年には初めてブカレスト経由イスタンブールまで乗り入れた 2003年から2006年にかけて、大陸側編成の台車の交換が行われ、時速160キロメートルでの走行が可能になった。2012年現在の通常の運行経路は、以下の通り、ロンドン及びパリとベネツィアの間は一泊二日の工程である。なお当季は運休となる。プラハ市内を走る別荘この他以下のような、特別運行も行われる。 ロンドンビクトリア駅に停車中のブリティッシュ・プルマン編成イギリス側の編成はブリティッシュ・プルマンと呼ばれベニス・シンプロン・オリエント・エクスプレスのイギリス国内区間のほか、ロンドンとイギリス各地を結ぶ観光列車としても使用される車両はかつて英国プルマン車の昼行列車で用いられたもので車内に厨房のあるキッチンカーと厨房のないパーラーカーの2種類がある客車一覧 編集メーカー名の略は以下の通り、いずれもイギリスのバーミンガムにあった。各社の詳細、編集、オードリー元はブライトンベル用の客車である。1940年にロンドンビクトリア駅で空襲にあったものの、後に修復された。イギリス女王エリザベス2世が1953年の観カン,カン式と1964年のサセックス大学訪問の際に乗車している。 シグナス1951年のフェスティバル・オブ・ブリテンに用いられたゴールデン・アローとしてロンドン・ドーバー間で運行されたまた映画アガサアイの失踪事件の撮影にも用いられているグウェン・モト・ブライトンベリオ1972年まで現役で用いられその後はレストランになっていた1988年にオリエント・エクスプレス・ホテルズ社が購入し 1999年からブリティッシュプルマンで使用されている。アイビス1928年まではワゴン技師に所属し大陸で用いられていた。その後、ゴールデンアローで運用された。戦後一時期イギリス海軍のレストランとなった後、1952年からロンドンサウザンプトン間のボートトレインキュナードに用いられた。イオネロンドンとプリマス、サウザンプトンなどを結ぶボートトレインや、 ゴールデンアローのほかクイーン・オブ・スコッツで用いられた。その後個人の所有となり、1982年12月にオリエント・エクスプレス・ホテルズ社が購入した。ルシール元はクイーン・オブ・スコッツ用。1985年にオリエント・エクスプレス・ホテルズ社が購入した。ミネルは元ゴールデン・アロー用。ペルセウス元ゴールデン・アロー用。1956年。 イギリスを訪問したソビエト連邦のニキータ・フルシチョフとニコライ・ブルガニンが乗車した。1965年にはウィンストン・チャーチルの創造列車に用いられた。フェニックス1927年にレインボーという名で製造されたが、1936年に火災により損傷した。車体を再利用して1952年に再建され、フェニックスと改名された。 ゴールデンアローでの定期運用のほか、エリザベス王妃やフランスのシャルルド・ゴールの専用列車に用いられた。1973年からは、フランスのリヨンでレストランとなっていた。ベラ1940年にロンドン・ビクトリア駅で空襲にあったものの、後に修復された。1985年にオリエント・エクスプレスホテルズ社が購入し、1990年から、 ブリティッシュ・プルマンで使用されている、ゼナ・クイーン・オブ・スコッツ、ゴールデン・アローなどで用いられた。1950年には、フランス大統領バンサン・オリオールが乗車し、メニューの裏に、ジョージ六世へのメッセージを残した、映画、アガサーイの失踪事件の撮影にも用いられている、ベソのプルマン社ベソの大陸側の編成は元ワゴン立社の寝台車、プルマン社、食堂車などからなる。 新大車は、ワゴン列車の歴史上最も豪華な LX 型が主であるが、これは1930年代においては、青列車などの西ヨーロッパ圏内の列車で使われていた車両であり、オリエント急行にはほとんど使われていなかった。LX 型には、本来10個の個室があるが、ベソではそのうちの一つを乗務員室とした LX18S 型かトイレとした LX18T 型とされている。 プルマン社は、元は、ワゴンギー車の昼行列車で用いられていた座席車であり、寝台列車では、シンプロンオリエント急行のミラノベネツヤ間などの、昼間の走行区間で連結されていたことがある。ベソでは、寝台車の乗客のための食堂車として利用されている。このほか、ベソには、食堂車から改造したバー車や、第二次大戦後の寝台車を元にした、乗務員用の客車がある。 なおべその車内にはシャワーの設備はない。客車一覧、編集メーカー名の略は以下の通り、各社の詳細、編集3309,920年代から30年代にかけてオリエント急行で用いられた。1929年にシンプロンオリエント急行が吹雪のため10日間立ち往生した際の客車の一両である。 第二次世界大戦中はドイツ軍に徴用されていた。戦後再びオリエント急行に復帰した。1958年にリスボンに拠点を移して主に南急行で用いられ、1971年に運用を終えた。3 4 2 5 9 3 0年代まではオリエント急行のカルロビバリエの分岐やアールベルクオリエント急行、シンプロンオリエント急行などに用いられた。 1940年にルーマニア国王を退位したカロル2世がシンプロンオリエント急行で亡命した際の客車の一両である3539ピレネーコートダルジャン急行青列車などに用いられた世界強行後には一時予備車となっていた1945年から1947年まではアメリカ陸軍によって軍用列車 モーツァルト急行として運行された。3543ピレネーコートダルジャン急行。青、列車、ローマ急行などに用いられた。シャーウッドが1977年のオークションで購入した車両のうちの一両である。3544大戦前はピレネーコートダルジャン急行。青、列車、ローマ急行などに用いられた。大戦中はリモージュにおいて 売春宿と化していた。戦後オランダ王室の専用列車となった後、1948年から青列車、シンプロンオリエント急行の運用に復帰している。3674元は、食堂車であり、パリとルアーブルを結ぶ、大西洋横断列車などの大西洋航路接続列車に連結されていた。後に、パリ・トゥールーズ間のルキャピトーリにも用いられている。ベソでは、 ジェラルド・ギャレイによる、アール・ヌー・ボー調の装飾が施され、ピアノを備えたバー社となっている。4095元はニトープルマン社で、エトワール・デュノールやエーデル・バイスなどの昼行列社に用いられた。1960年代には、イベリア半島で、ルシタニア級校館などに充当された。ベソでは、食堂車エル・オリエンタルとなっている。 元は38席あったがベソへの改造時に36席となった。4110元は2トプルマン車、ドナウプルマン特急などで用いられた。ベソでは、食堂車エトワールジュノールとなっている。元は38席あったがベソへの改造時に36席となった。4141元は1トプルマン車で、プルマイコートダジュール急行などに用いられた。ベソでは、 食堂車コート D アズールとなっている。元は20席であったが、ベソへの改造時に35席となり、後にバーの新設のため30席に削減された。ロンドンビクトリア駅の専用ラウンジ入り口ベソの乗務員は、鉄道よりもホテル業界の出身者で構成されている。1982年の時点では、大陸側の列車にはトレインマネージャー以下、料理人8人、バーテンダー3人、 衣装係、客車ごとの専属車掌など40人が乗り込んでいた。車内では雰囲気に見合ったドレスコードがある。夕食時には男性はタキシード、女性はイブニングドレスなどが推奨されており、最低限スーツとネクタイの着用が求められている。昼間はジャケットにネクタイ程度でも良いが、ジーンズは認められていない。ありがとうございます。